素直に、まあ、この開幕のために、準備をしてきてたので、いい結果が出て非常に嬉しく思います、はい、いいというかうちは今やってるのはしっかりとした守備からそこから速い攻撃をということをやっていたのでそういう点が一つ取れたのがあったのでそういう意味では、はい、良かったかなと思いますけどまだまだそのプレーの質だったり精度ラストパスとか特に、そういうところをもっと改善していかなければいけないのかなと感じています。まあ、今18分の1が終わっただけなので、次の試合も1年間通してのトータルの戦いなので、しっかりと今回出た課題を修正改善して次の試合に挑みたいと思います。